こは、えー、当連徹底活用術と年明け6ヶ月からの学習計画というタイトルでですね、えー、まず最初に私の方から、卓越中心の 実力要請等連ですねこれを卓一中心のアドバイスをさせていただいてでバトンタッチをして吉沢講師の方から今度記述についてのですね勉強アドバイス等々をさせていただこうと思いますトータルで1時間弱ほどを予定しております、まあ、どうぞ最後までお付き合いいただければとで今日皆さんにあのこのパンフレットちっちゃい宇野先生と根本先生が載ってる <laughs> このパンフレットとそれから「 レジュメですねレジュメを皆さんにあの一部お渡しをしているかと思いますこれ、あの両方お手元にどうぞご準備していただきまして「えー、生鮮と連実力養成編2018年1月開校」このパンフレットも随時使ってまいりますのでお手元にご用意ください。 さあ、それではあのお皆さん年末も早いものであと2週間ほどでえ2017年もおしまいということで非常にあのお時の経つのを、ね、早く感じてらっしゃる方多いと思うんですがこのお。 1>, 1月以降にですね、なりましたら、やはり、司法士受験会がガラッと変わってまいります。えー、年末までの勉強と、えー、1月以降の勉強とはやっぱ大きく変えていかなきゃいけない。それも皆さん痛いほど分かっていらっしゃると思うんですが、その、まずは大きな時期別の学習ポイント、こちらをですね、1ページ以降のところでお話ししていこうと思います。まずは、レジュメの1ページをどうぞご覧になっていただきたいと思います。 さあ、もうお1月以降、ねまあ、年末までのところのおアドバイスはちょっと控えさせていただいて、えー、1月以降からの、えー、早速ですけれども大きな、まあ、じ時期別の学習ポイントをお話しさせていただくと、えー、多くの方がやはり3月末までの実力要請等連をお取られるかと思います、えー、実力要請等連全12回、ね、でそのお実力要請の勉強等々についてはこの後お話をしますがこの実力要請等連12回はまさにこれをメインの、ね、勉強に据えてやっています。えー いいいたただきたいと思いますそしてこの時期のポイントは知識のインプットですね。で インプットにやはりあの徹していただくもちろんアウトプットの試験を受けているわけではありますがインプットをやはり重視重要視していただくのが一番かと思いますで年末までの、えー、いわゆる本当に重要な基礎知識というのをですねあの重点的に皆さん勉強してたはずですのでその年末までのところで培ったいわゆる基礎知識の上に今度は少し発展的な内容も積み上げていくと当然、実力要請の中には過去問からの出題ばかりではありませんで 出たことともももなないいよううですね知識、えー、というものも出題されてきますそういったものに面食らうことなくですねその初めて見る知識知らなかった知識をここで初めてインプットをしていくそして間違ってはいけないのがこの時期に年末までに培ってきた基本的な知識をさらにもう一度おさらいするというのも、えー、忘れないようにしてください。そこででいわゆるるる知識のの層ができてくるいわゆる今年の 卓越で失敗してしまった方の範囲の一つが何が基礎知識で何がその先の発展的な知識なのかのもう分類ができなくなってしまっているというね何が基礎知識で何が発展的な知識なのかのこう場,合分けとか場合分けとか分類が、ね、できなくなって今どれが一番重要な知識であるのかっていうのがもう分からなくなってしまっているそういったことが範囲として挙げられたというふうに分析できます。でそののためにでですね、まあ、私も実力の講義などでは 今年はちょっと大きく講座講義変えまして 年末までのところではとにかく基礎知識はどれなのかというのを、ねえーあのー、見抜いてあげるような基礎知識はどれなのかというのを再確認するでそれで知識の分類をしてあげるで基礎知識とそうでない知識に場合分けをするという講義をずっと展開してきましたで、まあ、多くの受験生の方がそういう勉強を年内にしていたはずですでそこで基礎知識のところは1回やったことになるんですねで1月から3月のところでやはり実力生が入りますと基礎知識だけでは済みませんその そうした時に、えー、この発展的な知識の方にばっかり振り回されてしまってまあ年内までにやってませんでしたから目新しさいっぱいなのでしょうがないんですけど発展的な知識の方にばっかり復習を急いで、えー、頑張ってしまってで基礎的な知識の方の、えー、復習を怠ると実はですねあの結局発展的な方ばっかり目がいってしまって。で それで、えー、ファイナルトー,ー以降もまた新しい知識ばっかり復習するようになってしまうと、えー、何が基礎知識で、何がその先の知識なのかっていう分類がまたまたできなくなるという事態に陥ってしまうんです。ですから、えー、基礎的な知識を、その先の発展的な知識と差別化するために、基礎的な知識、1月から3月、2度目の復習をしてください。1度目が年内、2度目が1月から4月、1月から3月のですね、実力要請の中で出題されたのに伴って、基礎的な知識は2度目の 復習そしてその先の発展的な知識は初めての復習ここでも差別化が1回できたことになりますそしてその後ファイナルトーレン4月以降公開もしファイナルトーレンのシーズンになりますとまたまたファイナルトーレンで今まで見たこともないねちょっと発展的なさらなる知識というのが出てくるとでそこでやはりその知識に飛びついて復習をするのはもちろんのことで,でもファイナルトーレンの時期にももちろん基礎的な内容は出るんですからその基礎的な内容はここで3度目の復習になっていくんです そうすれば嫌、ね、でも基礎的な知識はこの間に3度、えー、復習したことになりそして発展的な知識は多くても2度の復習になってくる2度の復習というのは発展的な知識月月からまですからここで基礎的な知識とその先の知識が差別化できたまま直前期、えー、超直前期ですね5月6月の公開もシーズンを迎えられると。 そうすれば、この公開模試シーズンのところで、えー、いよいよですね、あの、軸足にするっていうですね、作業、いわゆる何を軸足にして消去法を使っていくのかっていう、その軸足にしていく知識は、えー、もうすでに3度お叩いてるはずの基礎的な知識を軸足にして問題を解いていくという作業ですね、えー、実践として実践さながら公開模試シーズンでそれを行うことができると。そうすればね、あの、何が基礎的な知識で、その先の知識はどれなのか、大体5足のうち3対 2ぐらいのイメージですかね基礎的な知識が3足でその先の発展的な知識が2足だとしたら、えー、そうやって、えー、基礎的な知識を <laughs> 3度も復習して潰していればいやでも5月中旬からの公開もシーズンで、えー、5足の中でそれをパッと探して。 ここれれ軸足にするべき知知識識だだ、ね、が鉄板の知識だでそれを軸にしてあとは「あの」のが絶対ね「まあ」あであることの可能性は少ないか軸足の知識、まあ、例えば「う」だったりすると「う」と「え」「う」と「お、ね」じゃああと「え」と「お」だけ見ればよい、ね、でその五足中の3足は基礎的であることが多いので今の確率だったら「え」と「お」のどちらかは絶対同じく基礎的な知識のはずですですからそうやっていけば全足は分からずとも答えだけはで出ていくというねそういう勉強があやはり望ましいのかなと。特に今年の 問題などのように全部の足が全部重要、えー、または全部の足が全部難しい、ね、言うんじゃなくて本当に明確にあのどれが基礎知識でどれが、えー、その先の知識なのか本当に綺麗に三対二に分けていた問題が多かったように思いますだからあの一発合格者の方たちが口々に先生今年の試験なんて足が切りやすかったんだと言っているね、えー、その感想が非常に多く寄せられたのが今年の試験の特徴かと思いきやもう三年も四年も五年もやってる知識の 量に関しては、えー、一発合格者のか上をしのぐようなな、えー、ベテラン勢がですね先生なんて今年の問題は足が切りにくいんだとあんな切りにくい問題足が切りづらい問題、えー、本当に久々に解いたというような感想を、ね、あの漏らしたでこの同じ試験を受けたとも思えないような、ね、この感想が出てくるのは本当にだから 1, 回1回で受かってくるような人は基礎知識だけをしっかりと勉強していた、ねまあ、それしかできないからだったわけですがでも、その1回で受かるような方は基礎知識の習得度というのが やっぱりすごいですからね。えー、そこのところをもうとにかく誰が何と言おうと絶対これは丸だねというふうぐらいに基礎知識の習得度をしっかりね固めたような方がまあ一回で、えー、受かった。そういった方皆さん、えー、消去法を使って、えー、解いていらっしゃいましたから、本当にあの目指すはその一発合格者のおいわゆる、えー、問題の解き方ね、それを目指してほしいと思います。まあそのために今時期別学習のポイントとしてはね、1月から3月は基礎的な知識の二回目の復習を怠らないように。 しつつここで出てきた発展的なものもしっかりやっていくそして4月頭の実力判定模試を受けていただいた上でいよいよ直前3ヶ月ね今度ファイナル討論の時期を迎えていくことになりますでファイナル討論の <coughs> 時期 ここではやはり知識のインプットならびにここら辺からも知識の維持というものもですね、こう目指していかなければいけませんね。そして5月中旬以降はその実践形式の公開模試等を取り入れながら知識の維持ならびに詰め込みというようなことをこう行っていくと。 えー、これがまあ大きなあの時期別の学習ポイントということになりますで、まあ、これを踏まえましてではあの格論として、ね、その後ちょっとご覧になっていただきまして格論として時期別にもうちょっと細かいことをお話し,しますまず年明けから3月まで実力要請編は全12回当連、えー、のスケジュールがですねあらかじめ、えー、組まれておりますから完全にこのスケジュール通りにやってください でスケジュールから外れることなく完全にスケジュールこれあの赤いパンフレットの20ページのところに出題範囲が載っておりますでちょうど最初1月の頭から民法が3回半で3回目の後半から5、6回目が不当法で7、8、9が会社法、小等法10、11、12がマイナー科目で本当にこのスケジュールに合わせてその科目だけをやっていくというような勉強で構いません。 そうすると最初3週間は民法三昧で次いで不当法三昧会社法、消登法三昧で3月の中旬からマイナー科目ラスト3週で、えー、プラスアルファやるとしたら記述ぐらいだと思います。 でまあ、一部、実践力の受講中の方、えー、卓一タ,、えー、ターゲットじゃないや、パーフェクトローラー受講中の方。またあの、携帯司法書士の、ね、講座を受講中の方。1月頭、ちょっと消灯法となんかが残っちゃってる方いらっしゃるかもしれませんが、基本的にはこの出題範囲に沿った勉強がおすすめです。で1科目だけをじっくりやるっていうことができるのは、三末までの勉強方法なんですね。ですから、もう4月に入ったら1ヶ月あ、1科目をじっくりやっている暇なんてなくなりますから。 もう1科目をじっくりやるというのは3月末までの特権だとするとそれを今やらずしていつやるのということになりますからえこれまあ1科目ず,ずつじっくりというのはぜひ取り入れていただきたいと思います。でその この時ですね、えー、やるべき内容はテキストの読み込みとそれから過去問を解くというですねこれがまあ鉄板のアイテムとということになってきますで間違っても過去の実力要請答練の問題をやろうとかねしないでくださいね過去の例えば去年の問題持ってるからちょうど範囲も合ってるし去年の問題やるとか一昨年の問題やるとかそういうの絶対進めませんむしろあの過去問を1回じっくり、ねえー、解いていくまた場合によっては過去問2回ぐらいですね1週間の間に解いていくできたら あおすすめですですがあのお過去問をこのスケジュールに合わせて3回も4回もぐるぐる回していくそれはあんまりおすすめできません、えー、そのぐる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 回すのは4月以降の勉強ですから、えー、むしろお解いて2回というようなねで、まあ、これはもちろん何年分を解いていらっしゃるかによって人にも違うので例えば10年分しか解いていらっしゃらないんだったら2回ぐらいで平成以降全部やってるんだったら1回というような形で、あのー、分量によって、えーまあ、区別してみてください。 私は今年平成13年以降から問題やってみたらっていうお話をしてるんですがそこもあのいろいろ講師によってもいろいろ諸説ありますから、えー、最低10年というのを下回らなければねあとはもう皆さん余裕に応じて若干増やす減ら,減らすのはあれだけど増やすのはおあの皆さんにお任せいたしますで、えー、解いて、えー、絶対解いていただきたいのは1回で、えー、あの欲を出しても2回ぐらいにしておきたいだからこそ一問一問じっくりと解いてほしいんですよ。 で続いてですねあの、2ページのところもし年内にマイナー、えー、科目のインプットが未終了の方、えー、もしそういった方がいらっしゃったら、まあ、あのちょっとある 1, 1週間の勉強スケジュールというところでですねその あくまでメインは当連対策ということは絶対にあのずらさずにサブとしての扱いであればマイナーのー、まあ、インプットを並行してやるというのは、まあ、正直ありかなと思います。例えば、まあ、ここにある1週間のスケジュールとして、ね、あくまでも,もう全体のウエイトを大きく占めるのはこのメイン対策でただ、サブ科目としてです、ね、マイナーのインプットが年内にできていないというのであればサブとしてマイナーのインプットを取り入れていく。ただこれはあくまでも メインとサブがひっくり返るようなことのないようにです、ねえー、していっていただきたいなと思いますそして記述についてはですね、やっぱり記述って賞味期限が早いのですぐやっぱり忘れていってしまうそうすると記述については少なくとも、えー、当連の時に初見の問題を各1台ずつ、えー、解いていくことになりますから、えー、それをお、まあ、翌日のお日曜日で復習するとすると,するとあとは月火水木金というのが、えー あの、空いてくるわけになりますから、この中で、やはり一問は、あ このあと吉田さんが記述、えー、についての、ね、勉強方法をいえいお話ししますのでその吉田べあが他説であればそれはそれで、えー、参考にしていただきたいんですが私はいつもこう言ってますあのどうせ週末に一問初見の問題やるから、えー、それだけっていうこともね、まあ、なくはないんですけど欲を言えばもう一問週の半ばぐらい例えば水曜日とか決めて水曜日には2時間で 2, 2問審査を 解くとかねいうふうに決めて、えー、あのー、やってみるというのがおすすめかなと思いますでこの時に集、えー、集めて集めててくるとか初見の問題として候補になるのがまあ記述の過去問はいかがかなとで過去問は4月以降にやってもいいんですけどまあ過去問は、ね、もう二度と出ないので、えー、だったらばこの1月から3月のタイミングで過去問。であのレックですと10年分ししか出してませんが 伊藤塾さんだっけ伊藤塾さんからは15年分のお問題がいいじゃないですか伊藤塾って伊藤塾の買って, <laughs> の買ってその15年だったらねで確か辰巳さんタックさんもうちょっと多く出してる予備校さんもあると聞きましたのでちょっとそれはお任せしますが、えー、まあもちろんレクの10年分でもいいですよそれはあの皆さんにお任せしますがそういった記述の過去問なんかを取り入れてやってみるのがいいのかなと思います。ででそしてですね、えー この実力要請の時に絶対に皆さん方から質問が来るのがいわゆるああのドーピング問題ね、えー、ドーピング問題というのはつまり、えー、週末の実力要請の範囲をあらかじめ、えー、ドーピングだからやった上で受けるのかそれともいきなり受けてその後の1週間で復習するのかという問題です。で <laughs> これはですねあの3回目以上の受験の方はドーピングしないでいきなり受けて復習した方がいいよって確か根本少女は言ってましたよね確かね確かそう言ってたと思うんですけどまああの正直、えー、今年が2回目とか来年が2回目とか、うんえー、まあ であればですねあ,のあらかじめドーピングしてだから予習してでえ勉強をした上でその範囲について準備をして臨むっていうのもありかなと思います。ただやっぱ3確かにまあ4回5回というある程度受験回数が増えてらっしゃる方はいきなり受けて。で あの1週間かけて復習するというのもです、ねえー、おすすめになってきますので、まあ、緊張感が高いのはいきなり受ける方ですよね。であのいきなり受けていった場合にはもう成績が伸びないのはもう仕方がないね。う,うに割り切ってください成績が伸びないのは仕方がないので、えー、そこに関してはもう一切気にしないで気にしないけれども残りの1週間でテキストを読んで過去問をやるという勉強をしっかりとですねあのやっていくと。で <laughs> そうですねあのいきなり試験を受けてしまった場合には点数は気にしなくて構いませんですがもしドーピングしてだから準備をした上でえで、ー、もし準備をした上えで解いていこうとするのであれば。 点数は、ね、相当負荷をかけなきゃダだめですよあの、ドーピングして、えー、試験に臨んでいるのであれば民法に関しては絶対28を下回らないようなあ点数である必要がありますしそのお不当法に至っては、まあ、総論だけの会なんていうのはちょっと点数が出づらいから28ってなかなか難しいかもしれませんが、まあ、とにかくドーピングしているということを自分で負荷をかけて点数としては相当高めに設定していくぐらいのつもりでいてほしいと思います。ですので、すののドーピングしてるのにととか,4とか しか取れないといとうのはね、まあ、どっかに何かボタンの掛け違いがある可能性が高いので、まあ、もしそういった点数しか出ないような場合には少しね講師なんかに是非相談していただければと思います。で、えー どちらの場合であってもだからドーピングした上で準備した上で試験を受けるかいきなり試験を受けてそのあと復習するのかどちらであってもちょっとここに「か水木金ってテキストの読み込みとしか書いてないんですが私はもう単にダラダラテキストを読むよりもえまず範囲の部分の過去問をバーッと解いてしまって過去問をねバーッと解いてでその上でえー 問題をね、全部解くんですよ。問題を、だから解説は、あ、後回しにして問題をばあって解いて。で、その後。 もう答え合わせと解説を読む作業をその後にい,い,いっぺんにやるね。例えば、1回目の範囲の問題が、あ1回目の範囲は何でしたっけ、民法相続と物件相続と占有権ですから、まあ過去10年分ぐらいにしたら、えー、問題数としたら、うんと民法相続で4問、物件相続でまあ3、4問ありますから、まあ、80問ぐらいの問題ということになります。その80問の問問題を 例えばですね、えー、今日はあ民法総則のお例えばそうね代理まで、ね、80問中多分二20問ぐらいあると思いますあないかあ,あ,、まあ、あって20問ぐらいか,から今日はあ代理までで代理までの問題を20問なら20問バーって解くんですねバーって解いてでそしてあのそのあと答え合わせ解説を読むのをバーッとやるんですそしたら、えー、その直後に今度代理までのテキストを読むんですね。 ライリーマルのテキストを読むそうするとさっき過去問でやった、えー、ものをテキストで読んでますから、えー、例えばテキストを読んだ時にあこれさっき出てきてたなあこれこ,のここさっき、ね、出題されてたなてね。えー とそうするとねあこれさっき出たなあこれ、えー、出てないなってまあ出てないなっていう意識はしないか出たなっていう意識をしながらテキストを読むとそれがメリハリになるんですだからベッターって読むことをこれによって防げますからあこれ、えー、出たなあ出たっていうことはこれ重要なんだな、ねえー、この次の文章あこれ出てないな、ね、というふうなあの無意識的でもねこう <laughs> テキストを読む際にそれがメリハリとなって現れます。そういういいいいやり方がいいんじゃないかで次の その日にはじゃあ今度は早速全部ね残り時効まででまた同じく二十問だーっと全部解いてだーっと答え合わせと解説やってですぐさまその時効までのテキストを読む、ね、で次の日はあ今度物件の頭の総論のところを例えばまた同じようにえっ、ー、とまあ物件だと三十問ぐらいあるかな三十問ぐらいばーっと解いてっていうふうに感じでその四日なら四日 火水木金四、ね、日でもってその一回分の範囲の部分のテキストとそれから過去問を解き終わるそういう感覚でやっていいんじゃないでしょうかまあこれだからドーピングしていくのであってもまたはそのいきなり試験を解いてからやるのであってもどちらにも使える手ですねテキストねべったり読むことだけ本当にやめてほしいあの年内に、ね、いかなる勉強していた方であってもせっかくの年内の効果がベターっと一月以降 これテキスト読んじゃうことによって薄らいじゃうっていう例を今まで何十件何百件見てきますからこれはね本当にあのテキストを読むの際の注意点ですそして2ページの <coughs>、えー、じゃあどちらであってもねまずドーピングした上で試験を受けるかいきなり試験を受けて、えー あと復習するかどちらであってもその、えー、生前討練自体の復習方法というものもやはり気をつけてみてください生前討練自体の復習方法全足やるか間違えた足のみかっていうことなんですが私はねあのこれ去年までは間違えた足だけでいいよって言ってたんですよ去年までは間違えた足のみでいいんじゃないと言ってたんですが今年は変えます今年ねやっぱり今年の試験を見て、えー、反省しましたあの先ほど言ったあ基礎的な内容は2度目の復習 をこの1月から3月にしてそして、えー、ファイナルトレーレン以降は3度目の復習っていってそこで初めて基礎的な内容が3度たたかれて、ね、年内と1月から3月4月以降、ね、3度たたかれて、えー、発展的な内容と差別化されるっていうふうに、あのーね、もうアドバイスしている以上を全足やってください全足。 ここが二度目の復習になるわけです。年内にやって二度目の復習ね。で、間違えた足は多分年内に出てきてないようなちょっと難しい足である可能性が高いですね。でその間違えた足ね、えー、の復習はあもちろんのこと。えー 合ってた足正解した足もそれを復習するからこそ、えー、正解できた基礎的な内容がこれ2度目の復習になっていくとでここでねあの押し固められていくわけですよ年内にやった基礎内容を、えー、もう一度実力要請で出てきたものを もちろん合ってたんですよ合ってたとしてもそれをもう一度復習することによってそれで押し固められていくね。で同じようにファイナルトーレンの時にも、えー、間違えてた足もやることによっていやゃ合ってた足もやることによって復習やることによってそれで3回目の押し固めがこうなってね。でそれぞれ あの3度もやれば少なくとも固められてそこを軸足に使う、ね、あのことができるようになるはずですですのでこれはあの少しね頑張って全足やっていただくといいんじゃないかなと思います。さあそれでは、えー、記述の勉強法についてまた吉田さんにお任せしますがそろそろ記述の初見問題で、えー、間違えたものに関しては間違いノート、えー、作成していっていただくといいと思いますよ。間違いノート作り方分かりませんとかよく言われるんですけど私はあの自分で、えー、書いた 草案あるじゃないですか？あれをね。あの？ ちょっと少し終了間際に教室に抜け出してで、まあ、レックにコピー機がある本校においてはコピーしていただくといいんでしょうけどコピー機がなければ、まああのおえー、例えばコンビニにちょっと走ってコピーしてくるとか場合によってはあのレックの本校によってはあの10円のおお,お,おはいただくんですけど受付でコピーしてくれるところも、ね、あ,ありますのでそれで自分の書いた提出前答案をコピーしておく本当に書いたものはもちろんおおおに提出すると。 当案をファイリングしておくんですファイルファイルしてでそれで、えー、解説冊子と丸つけするんですよでほん、ま、に赤,赤ペンで私自分でやってた方法なんですけど赤ペンで丸つけて激しく枠ずれしたところとか大きくバッて引いてでなんでこの枠ずれが生じたのかっていう反省文を横に書く <laughs> これはあの近藤、えー、を見抜けなかったとか寝ていとの元本確定期日を見,見逃したとかで枠ずれを催すきっかけとなった犯人を横に書き込んでくるでそれで、えーまあ、会ってた場合にはもちろん丸付けますよで消灯法に しても権利義務見抜けなかったとかね、株主リスト忘れたとかえいうふうにあの自分で丸付けをしてその丸付けをしてであの今日の敗因みたいなねでそれをファイリングしていくそれだけでも自分がやらかした失敗の履歴っていうものがファイリングされることによってですねそれを折に触れて確認するためにはこんな失敗やらかしたこんなあの,あの失敗やらかしたっていうのがねもうそのその当時の悔しさとともにやっぱこう詰まっていくわけですよそのね同じ鉄は二度と踏むまいっていうねそういうあのファイリングがこれから先四月ご 5月とどんどん問題を解いていくことによってたまっていけばその足跡がですね自分の弱点集ということになりますから、えー、直前期にそれをパラパラ見返すだけでもあこれは絶対ちゃいけない、ね、あこれは二度とやらないようにしなきゃねで本試験のお私あの用意スタートっていうあの号令がかかるまでのあの沈黙の23分あの嫌な時間ね、えー、全部荷物をあのしまった後 えー、用意始めって言われるまでの23分もうね瞑想してましまたよいやその目の前にはないけれども間違いのあ赤ペンだらけの,あの間違いノートを、えー、エ,アエ,アエアテキストじゃないですが頭の中で目つぶってあ,あんなこともやったこんなこともやったって,てそって本試験の開始の前の2分3分の間でねそれをお頭の中で見返して、えー、思い返して「絶対やるまい!」っていうことね強く念じて、えーまあ、あの試験に入ったというようなことを覚えてます。もうう年前ののの話でですがなのでそいいったあの間違いの ノートはね、えー、そろそろ1月ぐらいから作り始めてもいいのかなと思いますさあそして3ページ「実力要請が終わったら」って書いてあるんですけどこれねあの多くの失敗者は続出なので今年も申し上げます3末で実力要請が終わったら一旦お休みしてくださいお休みというのはあの息抜きしてください 1>, あのね、1月から3月よく走り抜けたよく頑張った、ね、え自分お,お疲れ様っていうんでやっぱり、ね、半日から1日ぐらいちょっと完全に何もしない日作っていったらがいいと思いますよあのおすすめはあのまだ寒い時期ですから例えば日帰り温泉に行ってくるとかねいうような感じで、まあ、日帰り温泉に行って風邪ひいてきちゃったらダメなんですけどその少し羽を伸ばしておいしいもの食べに行くとかでそうやってあのリセットするっていう、ね、機会をぜひ持ってほしいんですこれが失敗いやこれができなくて失敗しちゃう人って実は続出します。 どういうことかというと1月から3月までの怒涛の3か月間で、えー、もうアドレナリン出過ぎてですね交感神経マックスで3か月乗り切ってでそれで人間の集中力って持って3か月なんですで3ヶ月でところで一旦リセットしないと事故が増えるそうです。 事故だから、ね、要するにこれあのオリンピックのねなんか指導者の本書いてた本,本の中出てきたんですけど必ず強化合宿は3か月を超えさせない、ね、3か月を超えて強化合宿とかすると事故が起こるっ、ねえー、いうことなんですよ。ですからあの <laughs> そのお えー、3か月超えないようにですね、えー、実際にはあ合宿とかするんだよと、ね、でそれと同じで人間の集中力ってもって3か月なのでその、えー、一旦そこでリセットして次の3か月への影響を養う、ね、でそれをねあのできずにいや1日とはいえ心配だって言ってそのままずるずると自分では集中しているつもりになってもです、ね、あの一区切りもつけないで4月以降にスタートしてしまうと実はですね、えー、気合いで1か月半ぐらい伸びるんですよ集中力って。なんですけどどううももう 4か月半も集中力続かなくなってですねもう気合いも切れて5月中旬に。 プツーンってですねあの糸が切れて「先生いきなりやる気なくなった」とか言ってあのもう5月中旬でみんながもうね鬼のように集中して直前期ダッシュかけてる時にですよもうふわふわ先生もうやる気なくなっちゃってもうだめだ俺とか言ってるような人が続出するそういう人に「十中八さんま休んだ」って言うと「休んでません」もうだって心配でもう4月に入ってからもうずっとトップスピンで頑張ってきただからここへ来てもう息き切れちゃったとでもうやる気なくなっちゃったなんていうような人が5月中旬続出するんです。 もう絶対と言っていいほど3月に休んでませんですからもう本当に今の話を思い出して頂い,いて、えー、あの3月末に本当半日でもいい、ね、自分の好きなことえやるねタイミングをぜひあのご苦労様ってことで一旦息を抜いてほしいなと思いますそうしましたら4月以降はいよいよこ直前3か月ここは2つに分けましょう4月から5月中旬までのファイナルの時期そして5月中旬から本試験までの超直前期の時期ね でまた4月以降にあのアドバイスする機会がこういったガイダンスでありますからその時にまた詳しく説明しますが大きくご説明すると4月以降はファイナルトーレンの時期ですこの時期に入りましたら1科目ずつじっくりなんてやってる場合じゃありません1日にいかに複数科目を行うことができるかでだいたいイメージとしては6科目6科目毎日6科目やってるっていう。 も,もちろん民法だけは毎日やるというようなイメージですねそれ以外は一日おきにやっていくとで当然、えー、たくくさんの問題を解いていてことになりますでその時にこのアウトプットのです、ね、問題集をいよいよぐるぐる回すっていうねそういう時期に入ってくるわけです。 さあ,あの繰り返す問題もう毎年のことですけど、えー、過去問を,を、ねえー、繰り返す人もいれば、えー、実力要請の問題にファイナルを足してそれをですね、えー、繰り返していく人もいるで、まあ、この繰り返す題材に関しては、えー、今はまだ決められないと思います。 あの、実際実力要請を受けてみて、えー、三末のところで、よし、じゃあ、えー、実力要請の問題を回す題材に使っていこうとか、いや、自分は過去問を回す題材に使っていこう。それは、えー、三末のところで決めれる、は、決めなきゃいけない。でそれ、どっちをやるべきなのか決まらない人は受かりません。 でどっちをねあの自分は題材にすればいいのかっていうのが3月の時点で選択できない人は本当に受からないんですねそれはでも自分の胸に手を当てて自分の胸に手を当てて自分はどっちがいいんだろうっていうことはねもう自分しかひらめかない自分しか分からないはずですで迷ったらご相談くださいあのまた3月4月頭あたりはねあの受講生でない方も全て解禁して多分電話相談とまた個別相談の,、ね、あのチャンスが毎年実施してますからあのもしよろしければねその時に先生どっちがいいのか分からない えー、でもね分からないって言っててもね23質問するとああのそ,うそ,のもうその質問もうあの毎年のことですから、えー、その質問は。あのー その時にお話しますが、えー、23の私から質問していただいてで本人に答えてもらうともう本人答えが出るっていうねだから本人は分からないって言っても実は分かるんですねだからそういったことを3月にまたアドバイスさせていただきますから、えー、ぜひねこうあぐるぐる回すのはまあどっちかでしょうねで、えー、そして上記と並行して細かい暗記作業を繰り返していくで記述については引き続き1週間に不等法・小登法各2問ずつ初見の問題を解いていくこれ鉄則ですよ。あの1週間初見の問問題を4問解いたら 次の1週間パタッとやらなないいか、そうううのんです。もうあの1週間に2問コンスタントに初見問題を、えー、あの週の中まで半ばで1問ずつで週末ファイナルの時期に1問ずつ、ね、これを本試験の前日まで、えー、維持できるかどうかが1つのね記述の,の明暗を分けてくると思いますですから当然問題数っていうのはある程度確保していかなきゃいけないので、まあ、レックでも記述、えー、強化編、ねえー、というですねあの 政の記述問題ですね記述強化編というのを実施していきますから問題の足しにしていただけるようなねそういうオプションの講義をあの。 提供しててていいきますからぜひご参考になささってみてくださいそして「えーえー、丸五の日」以外はすでに解いたことある問題を繰り返していく、えー、要するにあのこれは1月から3月もそうだったんですが、えー、新作をやる日とそれ以外の日はすでに解いたことある問題を繰り返していくでまた日形でうろ覚えの箇所を徹底的につぶす。 要するに、えー、緩急をつけた問題勉強ね技術については新作やる日と一度解いたことある問題ひな型を確認する日当然新作やる日は2時間とかかけますがそれ以外の日は1日30分とかでもいいですす、ね、でに解いたことある問題だったら起案するあのところまで聖書の直前までやっていくというような勉強がいいんじゃないでしょうか。 えー、ですからこの4月から5月中旬まではですねそういう勉強の時期として、えー、ご理解くださいそして5月中旬から本試験まではもういよいよもう択一アウトプットを、ねえー、集大成で1日マックス100問とかっていうことを繰り返していく、ね、でで絶対にこの時期間違えた問題のみまた苦手な科目のみの勉強に偏らない、ね、悲しいから大丈夫っていうのをボックスにあの納品してしまった知識って3週間で大丈夫じゃなくなっていくんですね。ですから大丈夫ホルダーに分類 しちゃったものはね常にメンテナンスをする意味でもあ全ての問題について、えー、この時期、ね、あの繰り返す題材から外さないで、えー、繰り返す題材ぐる,ぐる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 やる集大成、ね、もう4回目5回目となっていると思います4月以降からやり始めて4回目5回目4週目5週目、ね、それをこの5月中旬以降ですね択一、えー、としてはこうどんどん回していただく <laughs> そして、えー、まあ記述については、まあ、この後吉田さん話してくれますけれども新作問題を途切らせない。ね だから今、手元に今年の公開模試とか今年のファイナルトーレンとかでやり残した記述があったらこの時期まで残しておくんですよ、えー、間違ってもその新作問題を無駄に消費するようなことのないように、ね、コンスタントに週2問ずつ、ね、ですから手持ちの問題何問あるんだろう、ねでえー、ファイナルで何問手に入るんだろう で何問足りないんだろうっていうのをちゃんと計算してで足りない問題をどうやって手に入れるかねそれは外外販の問題集なのかそれとも、えー、他社の模試なのか、えー、それともですねオプション講義なのかね、えー、そういったことはもうぜひですね、えー、もう何だろう戦略的にやってみていただきたいと思いますそして今年なんですけれども今年あのおその直前三ヶ月のやる回す題材の一つの候補としてですね特にお仕事を持っていらっしゃるような方にお勧めなんですが、えー、このパンフレットで えー、二十二ページ、<laughs> まあ、すごい直接的な、あの、タイトルなんですが。うんのの時速五十足というですね。えー、この、問題、あの、オプション講義を、実施いたします。これは、生鮮取レの実力要請編の二千百足。百、に、十二回分で、えー、あの。 全部でで足あるんですよその2100足の中から、えー、私がその先ほど言った基礎的な知識とその先の知識っていうのを分類していかないとうがらないよって言いました本当に基礎的な知識を750足厳選しますで750足を1時間50足でかける3時間で1回150足解説すると。 で,それで5回だから足足全足解説すす。るんで,すでさらに、うん、その750足を一問一答問題集に編集し直したちょうどあの択一足集みたいに左ページ足右ページ解説にあの編集し直した合格ゾーンサイズの問題集を皆さんにお渡しします。 でこの講座あの当然当然実力要請があえ皆さん解き終わってからじゃないと配信されないので実際には3月28日以降の配信なんですがこれをね例えば直前3か月のところで。 直前3ヶ月のところでですよこの、えー、750足問題集をベースにしてそれプラス例えば1ページ戻っていただいてこの「ファイナルトーレン」公開模試で出てきた問題を随時足して題材として回す題材に使っていく。要するにファイナルトーレンの問題公開模試の問題、ね、これ問題を解くたびごとにどんどん問題が増えてきますからそれは随時足していって。でベースになるのはこのこ 足足の足集これ完全にその軸足にする軸足集みたいな感じですよそれをぐる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 4回5回回してさらにこのファイナル公開模試で出てきた問題を追加していく回す題材として追加していくそういうねあの直前期の勉強があってもいいのかなと私は過去問絞り込み講座で過去問をベースにした直前期のね、えー、ぐるぐる回す題材の講座をやってますけどもう一つ当連、えー、をベースにしたその3か月の、ねえーまあ、ぐるぐる 回す題材として一つの候補になるんじゃないかと思います。特にお忙しい方、そんな時間かけてらんないような方におすすめです。ですので、まああのこれは今すぐどうこうってあれじゃない。まだ配信がまだまだ先ですからね。えー、今すぐどうこうと言われではないんですが、なんかちょっといろいろご質問を皆さんからいただいているもので、そういう趣旨の講座ですよということをね、ちょっと申し上げておきたいと思います。それではあの私の方からの卓逸のお話についてはですね、以上とさせていただいて、では記述のあの中心とした吉田先生のね、あのお話にこの後。 バトンタッチしていこうと思います。それではじゃあ、えー、私からの話は以上で終了させていただきます。ご清聴ありがとうございます。はい、えー。それではあですね。えー、運動先生よりバ,バトンタッチを受けましてですね。私吉澤が記述式に関するですねお話の方させていただきたいと思います。で、えー、先ほど運動先生がですねおっしゃった、えー、お話の流れでちょっとですね二点ほど補足というかなんですけれどもさせていただければと思いますが、あの。 先ほど恩納先生ですね実力養成編が一旦終わったらですね一度そのお休みする機会をですね設けましょうという話をされていたと思いますであれ本当にですね僕もそう思いますあのそこまでこう人間強くないというかですねずっとこうダッシュし続けることはやはりえちょっと厳しい部分がありますので一度お休みするというのは非常にいいのではないかとこういうふうに思いますであの実力養成編が終わったら一旦 っていう話でしたけれども、まあ別にそれはあの普段の学習にですね取り入れていただいてもいいというかですね、一週間単位で計画を立てるんであればですね、例えばその例えばですよ、その実力養成編民法で何問取れたら。 録画してたほにゃららっていうドラマ見るとかですねあのち,ょちょっとしたこのご褒美というかですね、えー、そういったものをですねあの受験勉強の中にこう取り入れていくとおご褒美制度と言ってはなんですけれどもそういったものを非常に、まあ、あのモチベーション維持には役立つのではないかというふうに思います。はい、でもう一点、ですね宇野先生がおっしゃっていた話、えー、間違いノートですね、まあ、これはあの本当にですね作ってください。 あの間違いノート、記述式だけで構いません、当然ですけれども、卓越でそれやりだしたらもう時間ないですからね、えー、記述式、えー、については間違いノートの作成は必須だと思います。で、えー、合格者の方、何人かに、えー、お話伺うとですね、やはりあのー、 数字で表すのも変ですけど8割ぐらいの人がですねあの間違いノート作ってましたもしくはまあ間違いノートらしきものをですね、えー、それを作ってたという方がやっぱ多いですからね、えー、ぜひ作ってください、えー、私もですね、まあ、私はあの平成22年合格でして、まあ、そんなに昔じゃないんですけれども実際、その合格した年ですけれども、まあ、自分が作ったその間違いノートですね記述式だけのまあ汚い字で書いてあるんです。 あの本当にもともと僕は字が汚いんですけれどもあの自分しか読めないようなあの字でねいろいろ書かれてるんですけれどもあの直前期ですね非常にあの役に立ちましたその間違いノートが年明けからこう作ってきてたものですねでそれをあの間違いノートをいつ使うかっていうところなんですが。 例えばその直前期レックですと4回模試があります、ね、もね公開模試2回そしてスーパー公開模試2回ですか、ねえー、ありますでそういったその模試の時です、ね、あのに使うその休み時間ですよねあの1時間半ですか一応休憩時間ありますけれどもそこでその自分が作ったです、ね、間違いなノートを見返した上で午後の部に突入する。 なんていうことをです、ね、やっておりましたけれどもやはりこうちょっと大げさですけど宝物みたいな感じでした。あの確かにそのテキスト等といろんな書き込みしているテキストなんかも宝物ではあるんですけれどもその間違いのうとですね非常に自分にとっては宝物やったなという思い出がございます。 はい、えー、それではあですね、小、えー、野先生からのお話の流れでのそのご褒美制度とですね間違いノートの話は以上にいたしまして、はいえー、っとレジュメの方ですね、記述式の方のレジュメの方のお3ページだけありますけれども、おレジュメに従ってですねお話の方を進めていきたいと思います。まあ、今回のガイダンスのテーマ、ですね当連の使い方。 ということですから、はい、えー、この、特時期は、と々とう、項目立てされておりますが、これに従ってですね、お話の方を進めていきたいと思います。はい、で、まずですね、一番目、よく一番ですが、特時期はという項目が上がっております。で、特、まあ、時期は1月からに決まってるやないかというふうにおっしゃる方いらっしゃるかもしれませんが、これ、あの、記述式に関してはですね、やはりその、今現在の皆さんの学力状態ですね、 これによってくるところが非常に大きいと思います。択一式よりも、やはり記述式は、今現状の自分の学力状態ですね、ちょっと客観的に見つめ直していただいて、ちょっとお聞きいただければと思うんですが、まず、択一式で表現した場合に35問中15問前後しか取れない状況にある方、この方はですね、こういうレベルの方は、正直、あの1月以降ですね、択一式中心で学習を進めるべきであって、記述式についてはですね、 書式ベーシックなど、まあ、レックでいうと、ね、記述ベーシック、書式ベーシックというのがありますがあ,あれみたいなです、ね、その基本的なものを繰り返すにとどめるべきかなというふうふに思います確率の点数がそのレベルの場合ですよ。はい、でその1月から3月のです、ね、実力要請編で得られた問題です、ね、それを捨てろと言っているわけじゃなくてその4月以降に持ち越しという形でもいいのではないかというふうふに私思います。 はいで次、えーですね、卓越式のその得点力でいうと35問中20問ぐらいの方20問前後の方ですけれどもおこういったレベルの方もですね卓越式中心で学習の方ですね進めるべきだとは思いますがその当連の記述式問題にですねレックでいうと実力要請編でございますがあその実力要請編の問題に1月以降で、ね、週すね 2問ペースですよね週2問ペースで触れていくというのはありかなというふうに思いますただ、触れていくとい申し上げましてもですねその問題はこのレジュメでいうと横3番ですねに関連いたします横3番の話になってしまいますが回答時間はあとあります。はい回答時間ですね でその卓越式で35分の20ぐらいの状況の方がじゃあ、この3時間という制限時間内で卓越式35問と記述式2問さあ、やるのかと用意どんでやるんでしょうかという話になってくるわけですねで、まあ、ここちょっと難しいところではありますけれども一つの案といたしましてですね あの通学で例えば通学で自続予選法を受講される方その卓越式はこの教室でねえちゃんと受けていただいてただその ちゃんと時間決める必要はあります。確一式で何分使うんだと、まあ、やはりちょっと実力要請編の場合の一つの、まあ、問題点というほどのもんじゃないですけど直前期の,そのファイナル編とかその模試と比べますとその本試験の問題構成と違いますよね民法だけで35問とかっていう形ですからちょっとそこ計算しづらいところはありますけれども。あの ちゃんと卓越式こんだけで解くと80分だら80分というふうに時間を決めて解いていただいてであのもう教室に出ていただいてです、ね、記述式の2問については家に持って帰るという形でもいいです家に持っって帰た上で家に持って帰った上えでここからなんですけれどもその2問を不等保証等1問ずつですがあの1つなんですよ時間無制限でカンニングし放題。 ですね、時間無制限のカンディングし放題で解く解くというのは実際に解答用紙に全部書くということです要はその、うん、やはり記述式って非常にですね慣れが必要だと思うんですね。 正直そのレベルが低い状態なのにその制限時間の圧迫を受けた状況で,ですねなんか,わけわからないみたいな感じで半分白紙みたいな感じで提出するようなそのことをね週1回続けていて一体どんな意味があるのかと。 ということです。なので、あの1回自分で,その満,点で満点に近い答案をカンニングしながらあー時間無制限で書けるのかどうか、えー、というところをです、ね、ご自宅でその試すという形でその実力要請編の12問書けるに使うのもありなのではないでしょうかその他こいつのレベルが先ほど申し上げた20問前後でとどまっている方にとっては。 ででですすよはい、えー、一つの方法ですでこの方法ですねやはりその何がいいかというと時間的な圧迫を受けませんので。 本試験に近いレベルの分量およびレベルの記述式問題をそこそこちゃんとこう解くにはですねどんな知識を持ってなきゃいけないのかっていうのをですねじっくりと体感することができますそのテキストを調べながらですすとか引きながらでででもも構いませんでも時間無制限に使うわけですねでその解くプロセスの中で正解を書くために解答用紙に書くために一体何を身につけてなきゃいけないのか。 っていうのをね。こうじっくり体感できます。なので、あのー、まあこれをやれとういう風うに言ってるわけではないですが、一つの方法として、えー、提示いたします。時間無制限カンニングし放題で家で解くという方法ですね。はいで次3つ目のレベルの方ですね。ま択、あ、一式で申し上げますと、35問中25問ぐらい。 取れるレベルの方ですね。まあ、基準点付近まで、えー、卓越式の学力が来てる方ですけれども、こういったレベルの方はですね、基本的には1月以降の実力要請編、その3時間の枠内で、えー、35問プラス2問記述式ですね、えー、得というのを原則として、えー、まあ、それを原則論として据えていただいていいと思います。これは通学通信問わず、えー、ということになりますけれども、 ただ、あの択一式に関しましては35分の25ぐらいいってるんだけど記述式はちょっとほんまにわかんのよねみたいな方もいらっしゃると思うんでね、えー、そういった方の場合は例えばその通学で3時間受けるとしてですね択一式先ほど申し上げたようにちょっと時間決めて時を終えてもらって残りの時間不等法、小等法のどっちかだけ。 ちゃんとと仕上げて提出するとでもう一問の方についてはですね、まあ、おそらく不登法を書く人の方が多いんでしょうけど消灯法に関してはあご自宅持って帰って、えー、検討するなどという 利用方法ですね。これはありかなというふうに思いますが、いずれにしても自分の今現在の状況に合わせてですね、その1月から3月の実力予選編ですね、使っていただければというふうに思います。はい。それでは次ですね、レジュメのこの2番の話に移りたいと思いますが、特回数は、復習する回数は、と書いてありますが、まあこちらですね、先ほど大野先生からもですね、お話があったところではございますが、 記述式の問題と択一式の問題の大きな違いは何でしょうかということですがこれ受験生目線で考えますとですね入手できる問題数が極めて少ないということだと思うんですね。あの卓越式ってもう もういらないっていうぐらい、こう、あの、皆さんご自宅にいろいろあると思うんですよね。その、お、足レベルの、その足集みたいなやつから、合格ゾーンからですね。答練模試の問題から、もう積み重なってるみたいな感じになってるかもしれませんけれども。やはり、あの、記述式に関しましては、1年間でですね、得られる問題数というものが限られているということですね。どんだけ、そのレックの記述式系の答練とっても。 あとまあ他社さんのものをとってもですね、あんまりその数をですね稼げないというところがございます。はいでなんですけれどもやはりですね記述式の問題も託疑式の問題と同じくですね二回目三回目の訓練ですねその同じ問題を二回三回解くで一ヶ月とか二ヶ月空けるんですよ当然ですけれどもね一ヶ月とか二ヶ月空けて二、えー、回目解く三回目解くっていうのは非常にこれ意味があります。 初見の問題と2回目、3回目の問題を織り交ぜるという話が先ほど、雲野先生からあったと思いますけれどもまさしく、そうですね特に4月以降4、5、6の3ヶ月でございますけれども初見の問題は先ほど、雲野先生がおっしゃったようにですねファイナル編週1回ペースであの初見の問題1問ずつね、えー、不等症と1問ずつ得られていくわけです。でそれに加えて 1>, 1月から3月に得られる10にかける2、24問実力予選編ですね、その問題を学習計画の中に盛り込んでいく、で2回目、3回目のその回答というのは、ですね,あのそうですねご自身の回答手順、ご自身の回答手順ですねえ、および問題に含まれる論点の再確認に極めて有効的です、あの効,率効率的ですね。 あの初見の問題を解いてです、ね、で復習するよりも2回目、3回目の問題を解き再度復習するやはりこれは非常に論点の再確認に役立ちますしご自身の解放手順の再確認にも役立つと思いますのでぜひスケジュールにです、ね、組み込んでください。 実力陽性編の問題を4から6月にですねであの何も今年の実力陽性編だけでなくてもいいと思うんですその2回目、から3回,目のもあの回目3回目の問題はねあの去年の実力陽性編とかこれ、先ほど小野先生もおっしゃってましたけれども去年あ今年かあ失礼今年の模試の問題とか。 そういったものをですねあの取り込んでいくというのはあ本当にあの有益だと思いますのでぜひあの、まあ、これは皆さんがですねどういう状況であの4月6月を迎えられるのかにもよりますあと働きながらなのかどうかにもよりますけれどもできればですできれば記述式ですね4月から6月については1日1問できるような 環境というかあの学習計画及び学力状態に持っていっていただければいいかなというふうに思います一、まあ、日一問なんで当然その初見の問題だけでは足りないんでね先ほど申し上げた通り二回目三回目の問題をですね織り混ぜていただければというふうに思いますはい、えー、それでは次のテーマに移ります、えー、横三番ですね回答時間は、えー、問題の検討の仕方はというふうにありますけれども、まあ、回答時間についてはですね先ほど横一番の話をする際に まあちょっと絡めてしまいましたのでただ、あの最終的にはですねあの合格するためにはということになりますが1つの目安、まあ、これはもう皆さんお聞きになっているかと思いますけれども午後の部ですね、択一60分、で書式2問120分、まあ、60分60分ですか単純計算で60分, 60, 分 60, 分60分、60分、60分。 60分、60分60分です。でこれがまあ一つの目安ではあると思います。まあ、合格者の話を伺っていてもですねやはりまあその60、60、60というのを一つの目安にしている方が多いです。であの、まあ、これ、記述の話からちょっと離れてしまいますけれどもあの記述式がですねあの苦手だ、苦手だと言っている方にはですねいろんな要因が考えられます。で結構多いのがですね 卓越式に時間かけすすぎパターンですねこれ記述式だけを取ってみれば別にそこまで苦手じゃないんだけどその択一式で80分ぐらいねもしくは85分90分とか取ってしまうがゆえに記述式に時間を回せない当然点は取れない。 とということになりますだからあの、午後の部というのはやはりこうトータルで、えー、考える必要がございますのでその卓越式午後の択一式やはりスピード勝負でございますからね、えー、ぜひ、あのー、スピードも身につけていただければとで先ほど、運の先生がお話になっていたように、えー、午後の部ですね軸足をボーンと決めてあとはウートエだけ検討すればよいみたいな感じでねポン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 ,ポンリズミカルにですね解いていけるようになるとおです、ね、60分で35問終える。えー、これはあ 全然可能やと思いますのでね、ぜひ60分通過というものを1つの目安にですね、択一式の方を申し上げていただければというふうに思います、そしてちょっと脱線しすぎかもしれませんが、その択一式60分で通過するというところでお話ししますとですね、あの午後の部ですね。 基本的に午前の部と比べると特に前半のマイナー11問とかがそうだと思うんですけれどもあの、まあ、不当法はですねやはりちょっと事例形式の問題が多いんでその一足ごとの,その文字数文章量というのが結構か、ま、さ、あ、む問題多いですね不当法はね。ただその前半の11問なんていうのはですね、条文の抽象的なその知識ですね抽象的な条文知識がべたばりされているような問題がですね結構多いですから本当にあの1問 20秒とかでで通過できるような問題多々ありますので、ねあのー、1問1分とか、まあ、平均で言うと1問1分ということあ違う1問、えー、1分じゃないですね失礼、えー、2分弱ということになるんですけれども、まあ、それはあくまでトータルでということであの20秒で通過できるような問題もあれば。 不当法のね例えば登記記録問題なんかでその4分5分かかってしまうこともあるかもしれませんが、まあ、そこはあのうまくバランス取っていただいてということになりますがであの今ちょっと登記記録問題とかっていう話になってしまいましたのでついでに申し上げておきますとあの登記記録問題とかですねあと午後の部であるにもかかわらず何かこう重いなっていう問題こうたまにあると思うんですよねこの問題解いててですねあの読む量文章量が少ない問題と、えー、文章量が多い なんかこう情報量が多い問題ですよね。やはりあの僕卓一から解く方であればですね、パッと見重いなっていう問題はもう一切検討せずに飛ばすでいいと思います。あの実際皆さんご存知の通り五五の部の卓一式の基準点ですね、えー、ここのとこ二十四問とかで落ち着いているわけでございますね。別に満点取れなんて言われてません。二、えー、問三問検討せずに飛ばして何が悪いのかということだと思いますのでね、それよりも。 決めた時間通りにですねく疫式を終えて、えー、記述式に移っていく方がやっぱりよっぽど大事だと思いますのでその辺、えー、トータルで考えていただければというふうに思います。はい、えー、すみませんちょっと脱線してしまいましたけれどもはい横番、えー、の回答時間はというところのお話でございましたがであの記述式の話に戻しますけれどもどのような学力状態にある方であっても共通して言えることはですね 択一式の勉強にもなっている、まあ、これはもう皆さん痛感されていると思うんですが記述式の問題を解くそして復習をすることによって択一の問題を解くために必要な知識の中核部分ですねコアの部分が固められていくという。 意識認識これはぜひですね持っておいていただければというふうに思いますはいそれではちょっと時間の方ねねなくなってきておりますけれどもレジュメの2ページの方ですねお開きください問題検討の流れというのを載せておきましたはいちょっと不等法で見ていきましょうかでぜひですねその記述式の問題をねこう解く際に 今一体自分は何をしているのかというのを意識しながらですね問題に接して欲していのです問題文を上から順番に読んでいきますかという話ですね誰も注意書きにね上から読めなんて書いてないわけですからつまみ食いしたっていいわけですよね当然ですけれども。で 問題検討の流れ、ちょっと大きく言うとですねまず一番、情報抽出があると、抽出した情報を使って、まず実態判断を行う、実態判断というのは、不動産東京で言うと、何かというと、どの不動産についてどんな権利変動が生じたか、高土地について所有権移転が生じましたみたいな判断ですね、これが実態判断でございます、そして、丸三番見てください、それが終わったら、手続き判断、その位置とありますけれども。 はい、どのような順番でどのような登記を申請するか、はい、そしてです、ね、丸四番手続き判断その2、はいえー、各申請書の中身の判断例えばということで、えー、添付情報として何が必要で、えー、そのうち、えー、何をどう記載するかなどとありますけれどもこれは、答案構成用紙を使う使わないにかかわらずですね皆さんが無意識のうちにもしくは意識的にどっちか分かりませんが行っているはずです。 で大事なのは意識的に行ううということとが大事だと思いますこのプロセスを意識的に踏んでいく一体自分は今どこにいるのか居場所ですそれをちゃんと認識しながらですね60分やったら60分を過ごしていただければとその回答時間、ねえー、の60分を過ごしていただければというふうに思うわけでございます。であの この手続き判断その1とその2ってありますけれどもねでこの手続き判断その2すなわち書く申請書をどうやって書くのかなというところの判断ですけれどもそこで使う知識としてここにひな形の知識とかっていうのがこう上がってますねここひな形の知識を使って手続き判断その2を行うんだよということを意味しておりますけれどもこれやっぱり使う知識の順番ですねこの真ん中見てください。まず 実態判断を行うためにこの民法の知識とか理解を使うんだとで手続き判断その1どのような順番でどのような投票を申請するかこの判断をするのに主として不当法の知識理解を使うんだここでいう不当法の知識理解というのは例えば一括申請の可否のですね知識だったりするわけですけれどもそういった知識を使って、えー、どのような順番でどのような投票を申請するのかっていうのをまあ判断するで最後にそれが固まった後にですね 各申請書のの中身の話に移っていくわけです当たり前ですけれどもねでおそらく合否はここでもう決まってるんですよね手続き判断このフローチャートで言うと手続き判断その位置でもうここで決まってると思います合否は実態判断を正確になしえですね そしてどのような順番でどのような登記を申請するかという判断が正確にできていれば合格レベルだと思いますすなわちその添付書面、添付情報ですね一つ書けたとかわすあの書き忘れたとかあの、まあ、数にもよりますよよ数にもよりますけど合否にはですねその体制には影響を与えないというかねそこまで大きな問題ではないですであひな形当然覚えなきゃいけないですよもう正確に覚えなきゃいけないんですが。あの 雛な型をあのただただあの覚えてるだけではねやはりこれは点は取れませんそれは確かだと思いますだってこれ最後に使う情報ですから雛形型の知識というのは最後に使うのが雛形型ですなのでそれ以前の段階で判断を誤っていればですね当然 ここの空白に何を書くのかそれを間違ってしまうということですからやはりこれかなり減点されることを確保しなきゃいけないということになります。はい、えー、よろしいでしょうかで、えーまあ、次のページに消灯法なんかも載せておりますので、えー、ぜひご参考にということで、えー、ございますけれどもで、えー、ちょっと、まあ、あ最後になりますが1つうーアドバイスですね、まあ、この不等法のこれに絡みますけれども。 あの先ほど申し上げたように午後の部時間との勝負だと思うんですねもうこれはあの皆さん困っていらっしゃるというかなぜあんな分量の試験をですね3時間でやらすのかと。 いうふうに感じていらっしゃる方が多いんではないでしょうか。で、えー、私も今偉そうに講師業などをやらせていただいておりますが、いまだに午後のぶの三時間というのはもう正直鬼だなと僕は思います。あんなものを三時間でやれと無茶言うなというのがもう今でもそれそのあの思いでおります。やっぱり五時間ぐらい欲しいなとかって皆さんも思うと思うんですよね。だからその無駄な時間をですね発生させない。 というですねその意識でもって日々無駄な時間というのはその勉強時間とかじゃなくてその3時間の枠内でです午後の部の3時間の枠内で、えー、その無駄な時間を極力抑えていくというですね発想でこれから半年間ですねいろいろ考えていってほしいわけですね。でそのためのそのまあ一つの例としてね あの不動産投票の記述式の問題ですね、まあ、皆さん見たことあると思うんですけれども、まあ、あの問題のそうです、ね、3ページ目ぐらいですかねあんまりそのページ数はあの問題によって違いますのであれですけれども添付情報の記載の仕方とかねいうのがごそっとこうあの行数咲いてですね 説明されている部分あったりしますよね答案作成上の注意事項とかでごっそーっとかなりの業種ですねあの要不要丸白なんていう場合もあればですねえその印鑑証明書で,でえ誰々のお市長村長発行の印鑑証明書閉じと家計みたいな感じのそう,そういった指示の部分ですよね。で添付情報に関してのああいった指示の部分なんていうのは皆さんこれもやってらっしゃいますかねあの最初に読むような部分じゃないですからね。 問題検討を始めました不当法の記述式の問題に入りましたと。で今申し上げた添付情報の記載方法とかっていうのはこの手続き判断のその2に 必要な情報ですからこのフローチャートでいうとここなんですね手続き判断その2に関わる情報の抽出を確認ここに該当する情報です添付情報の記載の仕方なんていうのはですねなのであ,のあんなところはですね問題検討の序盤戦において読んでる場合じゃないのです読んではいけないもうそんなもの後回しです一切読まないいざどんな登記をどんな順番で申請するかっていうのをバシッと固めた後で。 添付情報の記載方法とか何を書いて何を書かないのかそこを読めばいいわけで例えばじあの問題の検討の5分ぐらいたったあの最初の5分間でですねあんなものを読んだからといってじゃあ30分後それ覚えてますかっていう話です。 30分前に読んだことを覚えてるかって言うと覚えてないと思います。絶対にまた書くときに戻って目通しながらこう書いたりすると思うんですよね。だから、あの問題検討の序盤戦であそこを読むという行為は無駄以外の何物でもない、えー、ということになります。なので、そういった感じでね。要はその時間を。 ちょっと省く省略できるところは省略していくというですね認識でもってですねこれから半年間記述式についてはですねあの学習を進めていただければと思います。ただ解いてただ復習するそれだけではなくてその時間の節約という観点からですねいろいろと工夫をしていっていただければというふうに思います。で、あの実力要請編のまああの解説講義ですね記述式に関してましてはあの私吉澤が担当させていただいております。まあ今申し上げたようなですねちょっとしたあのアドバイスなんかをですね。 ふんだんに盛り込ませていただいておりますので、ぜひご受講される方ですね、見ていただければ嬉しいです。はい、ということで時間の方参りました。ぜひ皆さんがですね、年明けからの実力要請編、そしてファイナル編、そして直前期の模試等々をですね、ご利用なされましてですね、2018年度司法書士試験合格されることを心よりお祈りしつつですね、ガイダンス講義終了とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。